はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。いやー、花粉やばいよねもう俺部屋にいるだけでめちゃくちゃ目が痒いんだけど、どうしようかなと思って、いやー今回はね、ちょっと右上のアンケートは花粉大丈夫ですかというアンケート作りましたんで、ぜひ答えていただければと思います。まあ花粉に負けずに頑張っていきましょう。よろしくお願いします。パパさんのコース、サンデーファンデーランライクシェル、こちらクリア率なんと 1.4%、 なかなか難しそう。頑張っていきましょう。いや、なんかさっきからさ、家の外でめちゃくちゃなんか陽気な音楽が流れてんだよねなんなんだろう。おいしょ。んでこれで、はい、ここ、あ、こういうこと、こういうこと、あ、オッケーオッケー、バイ。誰かが歌ってんだよねワンチューフィーホーフェンフーみたいな感じで、うん、なんでしょうね。うん、オッケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ来てんじゃない。ほい、あ、いや、こないださ、ディズニーランド行ったら、いや、グーフィーがさ、うん、可愛いなと思っていや、それこそ本当に陽気なんですよ、彼もね。すごく陽気な動きをするんで、あれ、なんか同じとこのような感じもするけど、そんなことはない。オッケー、え、ここ降りる、はい。あ、すごいね、このコース面白い。あ、わあ、すごい、よくできてる、よくできてる、よくできてるが、しかし残念でした。いや、さっきからさ、ボンゴだっけ、あの打楽器ポンポコポンポコさ、外で鳴ってんだよねもうウケるんだけど。よいしょ、オッケー、はい、いい感じ、いい感じ、よし、次こそ、次こそ負けない、いいぜ、いいぜ、よし、中間、さらなる中間。お、いや、下にパパって書いてあったね。うん、僕はちゃんと見えてます。よし、ここでジャンプしたよ、うまくこれでいって、よし、いった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 、オッケー、上入るのね。めっちゃ今親指に力入っちゃった。オッケーオッケー、まだまだジャンプ、いや、よくできてる、本当に。パウして、はい、ここ投げるって、ええー、いや、マジで外で流れてんの、マジな、何語の音楽なんだろううん、すごい、なんか海とかでさ、ねえ、曲が流れるのはいいんだけど、別にここ普通に街中ですからね。まあ、街中っていうのはおかしいか。うん。はい。ということで、やった!エーテルさんのコース、奴がいるピードのところでジャンプし入れ!こちらやっていきましょう。まず P スイッチが、P スイッチ、P スイッチどこ ?P スイッチないよね。え?なに、どうすればいいの?待って、このコースの趣旨がわかりません?わかりまへんけど、ちょっと待って、クッパさん、クッパさん。クッパさん、え、ここしゃがんで入るしかないよね。しゃがんで入って、待って、これ死んじゃう、もう死んじゃう、私死んじゃう、何、どういうこと、全然わかりません。どうするの、あ、ここまず壊してくれて、はい、壊してくれた、で、これで、ファイヤー気をつけて、よし、で、これで下行って、待って待って待って、で、ここあ、ここにピザ、あー、はいはいはい、で、何、あ、え、なんかクッパ増えた、え、なんでクッパ子供産んだよ、なんでなんで、どうして、え、どういうこと、そして私は、え、結局クリアできないんだけど、結局私はどうすればいいの、もう一回は、いや、いろいろと謎すぎてちょっとびっくりだわ。そんで、おいしょ、ここ、オッケー、で、クッパさんが、あ、クッパさんちっちゃくなった、あ、そういうこと、なるほどね、クッパはちっちゃくなると、あー、そういうことだったのね、はい、オッケー。別に2匹生まれたわけじゃん、え、てか2匹生まれたのはなぜだ、いや、むしろお前どっから出てきたいや、謎すぎるわこのコース、面白い、いやー、予測不可能なコースだったわ。斉藤さんのコース、コーラさんおめでとう、スピラン、こちらやっていきましょう。いやー、ありがとうございます。いや、まさかね、こうやってコースでおめでとうを言っていただけるとは。いや、嬉しい限りですね。頑張っていきましょう。くるっと割って、あぶれ!よし。よしよしよし。いや、もうこのおめでとうには絶対答えないといけないですからね。うん、俺もありがとうって。このコースをクリアして、そのありがとうという気持ちをね、はい、表せれればいいなと思ってるんですけど、大丈夫かな?よしよしよし、いいぞ。パウパウ。待って、時間的にはどうなんだろう?結構厳しいかな?最後のパウはこれ持ってかないといけなかったとか、そんなことはなかった、大丈夫大丈夫。ここ一球一気に一気に駆け上ってこうだ、イエーイ、 A がすごく大きい待って待って、時間ない時間ない、時間が超ないんだけど、うわ、時間超ギリなんじゃない、まだちくわブロックもあるんでしょ、
多分ノンストップで行かないとダメだね。頑張ろう。いや今思ったけどコース名めちゃくちゃさびっくりマークあるよね。うわぁ、なんですと。そんで、なんで、待って待ってよ、めちゃくちゃいるんだけど隠しブロック。よし落ち着いてスピーディーに行こう。クッと。よし俺も紳士だぞってところを見せたいからね。いやコーラさん紳士ですねって、いやこんなにスピードランなのに落ち着いてますねって言われたいじゃん。クッとクッとクッと、よしクッと、オッケーいいよ。時間的にはさっきよりもだいぶ余裕があるけど、あとはちくわブロックがいくつあったっけな。結構ある。5、4、3、2、1、ギリギリ、イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。いやー本当にね、10万人ですよねえ。もう変なね、村とか市町村の人口より多いですからね。いやそう思うとすげえよなと思って、本当に。いやありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。いやよろしくお願いいたします。なんで肝心なところで噛むかな。The Fall of the Falling Platform、 こちらやっていきましょう。ほう、初代マリオですね。このドアは、あ、入れない、やり直し用のドアなんだね。びっくりした。なになに。あー、そっか、そこに、はい、ここにあるのね。いやー、見えてなかった。次は、こうやって、こう、あー、はいはい。あー、どういうことか、ようやくわかった。オッケー、ベイベー。よし、まずは、ここで、ジャンプすん、ジャンプ。で、ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん。で、ここで、はい、またジャンプして、右に逃げると。いや、うまく、できてますね、ほんとに。オッケー、オッケー。で、次は、はい、こういうこと。ほいほい、オッケー、いいね。いやこの落ちる床をさうまくさ使ったギミックって僕好きなんだよね。よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー。よーく見て、よーく見ないとこれ分かんなくなるね。どこがさ壁で、どこがさ行けるとこかが分からなくなりそうな気もするけど、そんなことなく頑張ってます私。はい、これはトゲゾウちゃんも気をつけて。でこれは、なんだ、はい、お、あー、あー、なるほどね。パウしろと、そういうことね。了解でございます。さあ、戻ってまいりました。ここですね。せーの。よいしょ、こういうこと。オッケー。んで、ここは、よいしょーってバネを使って、はい、ツタ掴んで、ここは右側ね。右、はい、左、そして、あ、ここまっすぐ落ちちゃっていいと。踏んで、はいはい、お、中間、ありがたや。ありがたいですね。中間が、おお、なんか、上から落ちてきたけど。さあ、ここは、よいしょ、気をつけて、ナイスジャンプ。そして、はい、左、左に来ちゃったけど、いいんだね、いいんだね。オッケー、ほい、あー、バカ。まずはクリボーを使って、オッケー、こういうこと、こういうこと。よし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 、いいね。そんで、はい、右行って、気をつけて、はいはい、真ん中、オッケー。で、なんだ、パウを超える、オッケー。私はパウを超える存在になる。よし、あ、なんかすげえ移動した。よくできてるわ。で、ここ、うわー、待って待って、こっちにもなんかあんのか。何があるんだろう、1アップかな。ほい、ほい、あー、よし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 、イエーイ、あった。もう悲しいわ。ほい、ほい、よし、来た、危なー。オッケーオッケー、ようやく来れた。そんで、落ちて、ファイ、ファイ、ファイト。オッケーオッケーオッケー。いやー、なんだかんだで、なんか4回ぐらい死んじゃった、ここ。オッケー、いいよ。ん、なんだ、ここは上行けそうだね。よいしょ。ほらほら。イエーイ、隠し通路じゃね、ここ。イエーイ、あ、ワリオになっちゃった。まあ、なっちゃったっていうか別にいいんだけど。また上から落ちてきたし、カロンさん。で、戻ってきた。はい。はい。踏んで、こう落としちゃっていいんだよね。オッケーオッケーオッケー。ここも、落としちゃって。はい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 。よくできてんな。へい、いいぜ。そんで、ここは、落とせばいいのかな。マジどうすんだ。ほい、こういうこと、こういうこと。あー、当たっちゃったけど。あ、でもこういうことか。ちょっと惜しかったな。ここはドッスンをあえて下ろして、その上、オッケー、そういうことね。はい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 。ここはうまくジャンプして、うー、けけけけけけけ、へえ、怖いな、いちいち怖いよ。ここは下に乗っちゃダメだね。オッケー、ドカン入って、まだまだ行きますよと。さあ、どこへ。お、中間、ありがたや。踏んで踏んで、これ上か下かどっちだ。上行ってみよっか。上、ふえ、
オッケー。え、なんかドアがあるんだけど、入ってみよう。ドクロドア？ハード？ハードウェイ。ハードの道ってこと？いや、めちゃくちゃ難しそうなんだけど。いや、めちゃくちゃ難しいんだけど。なんで？ちょっと一回下行ってみる？下行ってみようか。一回下行ってみます。はい。おっと、いや、下も十分難しいんですけど。よいしょ。ほ、よし。オッケー。んで、このままジャンプして、ジャンプして、やん！ジャンプして、ジャンプして、オッケー。そして、このまま、よし、ゲットして、はい。パウ。オッケー。パ？え？って何？あ、この上行くと。そういうこと？あ、そうっぽいね。オッケーオッケー。ここは気をつけて、左、右と。よし、ここジャンプして。よーし、これでドア入って。お、なんか、変わった変わった。なんすか？ルイジさんを下げて、はい、はい、はいと。よし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 。いいぞいいぞ。なんかゲーム性がなんか若干変わってる気もするー。オーマイガー。これ多分やり直しかな？ですね。こういうことか。オッケーオッケー。やったやったいったいったいった。んで、なんだなんだなんだ、何をすればいいんだ。ここをパウで下げる。よし、こういうこと。オッケー、やった、うまくいったぞ。へへ、なんかボス戦ボス戦。待って待って、なんだなんだ。てか普通にこっちもやっぱ難しいよな。はあ、むずい。ほわほわ、イエーイ、ヤッホー、やったー、面白。よし、土管入って、そんでまだあんのか。え、もう一回。ちょっと待って、でかくないですか今度は。おいしょ、はい、はいよ。うわっと、はあ、頑張ったぜ。お、これ倒していくわけですね。はい、鍵ドアゲット。鍵に入って、お、急げ急げと。へへへへへへ、イエーイ、ゴール、ありがとうございました。すごい、このコース楽しすぎ。あー、てかそうだ、ハードもちょっと気になるな。ハードやってみます？ちょっとハードいきますね。よっしゃ、戻ってきましたよ。じゃあ、こっちのハードにもう一回再挑戦しましょうか。オッケー、いっちゃおういっちゃおう。レッツゴー、頑張ろうぜ。んで、おい、オッケー、うわー、おいしょ、オッケー来た。そんで、はい、はぁ、待って、ほい、オッケー来た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 、いやー、ほい、ナイス、ナイス、オッケー来た、いやー、ジャンプ、ナイス、オッケー来た、はい、はい、いやー、くっそー。あー、もう行こう、マジで行こう。集中して、オッケー行きましょう。集中して、はい。そんで、ここ、ちょいジャンプ、ここもちょいジャンプ、オッケー。右、ナイス、はい、いけてる、いけてる。よし、来たー、よし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 。いや、まだまだまだ油断できない。どうすんだ、どうすんだ、どうすんだ。オッケー、イメトレ。オッケー、いける。行きましょう。頑張れ。あー、バカー、ちぃー。何やってんの、何やってんの。早く飛んでよ、ブラックパックンのバカ野郎。あー、もう本当にさ。あー、でも、また行ける、また行ければいい、また行ければいい。よし、よし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 、オッケー、集中して、オッケー、行こう。頑張れ。よし、はい、やったー。これだ。あ、大変だった。イエーイ、何になるかな、ゴールドマリオー。やった、めちゃくちゃ嬉しい。あー、大変だったー。ああ、よかったー。本当に。ハード、本当にむずいよ。いや、ハードの、本当にこれだけの道だったら、クリア率 0.1% 以下ではあるよね。いや、よかった、クリアできて。いやー、マジで。いや、このワリウゾウさんにちょっとコメント書こうかな。いや、ありがとうございました。はい、というわけで、今回ここまでにしたいと思います。そして、今日のラッキーな人は、美味しい水プラスカルピスの乳酸菌を今日飲んだ人。はい、今日僕は、実況しながらこれを飲んでたんですけれども、このね、これ美味しいんだよ。
いや、あのカルピスってさちょっと甘すぎるんだけど、この美味しい水プラスのカルピスの乳酸菌っていうのは結構甘さが控えめだけどしっかりカルピスの味もして美味しいっていうね、もうめちゃくちゃおすすめですので、まだ飲んだことがない人はぜひ飲んでみてくださいということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、コーダでした。ではまたね、グッバイちゃん。